どうも、西田渉です。本日なんですけれども、GR3 の使い方ということで、GR3 と 28mm、こちら GR3X ということで、こちらの使い方をですね、僕なりの使い方を皆様に解説しようかなと思います。他の人が多分解説する設定の方法とは、ちょっとニッチだとは思うんですが、まあ参考になればっていうところでね、解説していこうかなと思っております。まあ最近ではね、これが2024年の、3月現在の収録なんですけれども、リコーがね、受注を停止してしまうっていうことで、まあどうなってることやらって感じではあるんですが、富士フイルム、リコー GR っていうところでね、富士ももう生産が追いつかないってね、需要と供給が追いついてない状態で、 GR もその波に飲まれてしまっているような状態ですよね。パーツですかね。っていう中でもですね、やはり、ライカに次いでといいますか、ライカと GR っていうのは何かこう、やっぱ写真だけを撮るみたいな意識が強いカメラなので、スチルを撮りたいユーザーにとってみれば GR か M 型ライカかみたいな大きな流れが、まあ僕の周りだけかもしれませんけれども、とはいえこれだけ GR とかも含めてね、人気があるっていうのはやっぱりそれなりにやっぱ需要があるっていう証ですから、今日はまあ僕なりの解説ですよね。まあ僕自身ももう本当に1996年に発売された GR1 からね使っておりまして、 2.3 分の1センサーの時の GR デジタルの時はちょっと最初買って、そこからかなり離れてはいましたが、 APS-C の GR になってからまた買い戻して、で特にこの GR3X などはですね、発売と同時に買ったんですが、キャプチャー1が対応しておらず1回手放して、つい先日ですよね、また新たに購入、まあ定価だと大体12、3万ぐらいなんですが、ちょっと高値掴みにはなりましたが、とりあえず購入しておいたっていう感じです。購入し直したって感じですね。でもね、結局受注停止になってしまいましたから、そういった意味ではまあ掴み直しておいて、買い直しておいてよかったなっていう感じはありますよね。なのでまあ所有している皆さんもね、どういう使い方してるのかっていうふうに気になっている方もいらっしゃると思うので、説明していこうかなと思います。まず 28mm の GR3 から解説していきますと、僕はですね GR3 に関してはまあX もと同じなんですが、このマニュアルモードで設定しております。こちらですね。マニュアルモードで設定しておいてですね、基本的には、だいたいこの160分の1、200分の1ぐらいにして、絞りが F9 から11ぐらいに、まあ、P 感であれば16、まあ、16だと解説現象での11ぐらいまで持っていっておいて、で、あとはですね、フォーカスもマニュアルでございます。こんな感じでマニュアル設定にしてこう回すと、こうフォーカスのレンジが変わってくるんですよね。こう緑の合う場所が変わってくるんですけども、ここでグリグリと回すと、これで要はパンフォーカスを作っておいてゾーンフォーカスで撮ってるって感じですね。要は 28mm なので、まあ APS-C のサイズっていうところもあり、だいたい F11 まで絞り込むとですね、無限からそうだな、まあ大体60センチ、40センチぐらい、50センチぐらいまで合うのかな。M 型のフルサイズになると無限から大体80センチぐらいまで合うんですよね。なのでこれは APS-C でさらに小さいので、F11 ぐらいまで絞り込んで、まあ大体70センチぐらいまで、50、70ぐらいまで合うという、まあかなり合うんですよ。なんで、そうなると結構オートフォーカスが GR3、GR3X でともにあんまり賢くはないんですよね。しかも、要は APS-C でレンズも非常に優秀なので映りすぎるんですよ。フォーカスが合いすぎるとっていう。で僕の場合はどっちかというと面で構成する作品が多かったりするので、 28mm の GR の場合は今のような形でね、 F11 ぐらいまで絞り込んで、シャッタースピードは、まあ、暗いところだと60分の1に落としたり、まあ、室内とかだったり60分の1だったり100分の1とかにして押すだけにすると、まあ、要はもうここで見て押しとけばキャプチャーができているので、本当にスマホで撮影するかのごとく撮っていけると。あとはもうね、こっからシャッター切るまでめちゃくちゃ早いので、そこに慣れちゃうともう押すだけで絵が構成されるっていうのは非常に楽。あとはもうここの後ろをねくりくり回せば露出調整でプラスマイナスができますから、こういった意味で非常に楽ですよね。でもまあ基本的にはちょっとマイナス気味で撮ってますね。だいたいマイナス 0.7 ぐらいで撮っておいて、アンダー目で撮っておいて、すべてロープラス JPEG ではなくローだけです。ローだけで撮っておいて、後で起こしていくっていう作業。出てくる絵が、GR3、まあ、GR 全般なんですけど、GR3 になってから特になんですが、M 型ライカに近くなってるかなと。まあ、やっぱソニーセンサーで共用なので、出てくる絵はソニーセンサーっぽいなって感じと、あとは、ライカよりかはサイドが濃い味付けになっているかなと。なので色が結構こってり乗るシャドウ部に強い
絵作りっていうのが GR かなっていうイメージですね。なのでノイズの処理もですね非常にうまくて、 ISO 2万3万ぐらいでもね本当にカラーノイズといいますかディテールが潰れないんですよね。これがやっぱりソニーセンサーのすごいところだなっていう。ノイズリダクションを、強制的にかけてないんですよね。ノイズリダクションかけてないにもかかわらず、まあ、ノイズが乗ってきてもエッジのところが潰れずに改造してくるっていう、これがすごく秀逸で、改めてねリコーの GR3 とかを久しぶりに撮ったりすると、いやはやこれはやっぱりセンサーがあって、そのセンサーのためだけに作られた固定のレンズで組み上げられるカメラっていうものがいかにすごいのかっていうのを改めて感じますよね。なので全然ね Q3 とかも使ってないんですが、実際これと同じ 28mm なんで、同じ撮り方もうフォーカスをマニュアルに置いて、まあ無限からだいたい80センチぐらいまで合う感じでただ押すだけにしていって、まあ、給水とかで撮っていくと、またこれはこれですごい描写するんだろうな、みたいな。ただ、これは僕の場合 M 型でもこの撮り方なんですよね。M11 とか M11 モノクロームと L マリードつけてっていう。なので、まあ、フルサイズになるとついつい M 型を持ち出すもので、Q3 がちょっとチューブラリーなんですけれども。っていう形で、28mm に関しては僕の場合は、もうゾーンフォーカスで無限から F11 ぐらいまで絞り込んで、まあ、70センチ、50センチぐらいまで合うようにして、レンジを広く取って押すだけにしているって感じですね。で、続きまして、GR3X ですね。こちらはですね、やっぱり 40mm っていうこともありまして、28mm ほどパンフォーカスはやっぱ作りにくいので、素直に、まあ、モードは相変わらず M モードでございます。で、200分の1の F56 か5ぐらいまで設定しておいて、4.5 ぐらいですかね。で、あとは、ともりなんですけれども、ハイライト優先っていう速攻方式があるので、これは、ライカもね、M11 から入ってきていて、要は、ハイライト、とにかくデジタルデータっていうのは白飛びさせてしまうと色情報がなくなってしまうので、とにかく飛ばさない、暗めに撮っておくと。で、逆にネガになりますと、フィルムのネガになりますと、アンダーに撮りすぎてしまうと色情報がなくなるので、とにかくオーバーに撮っておくっていう、こういうある程度法則があったりするんですよ。なので、これも同じくマイナス 0.7 で撮りつつも、まあ、なので、このハイライト優先の速攻方式にしておけば、白飛ばしを絶対にしない。白色、白い、例えば空とかを中心に、露出を取ってくれたりするので、まあ、ハイライト優先にしておけばプラマイゼロとかで撮影しててもいい。あまりにも暗く映りすぎるときは、まあ、プラス 0.7 ぐらいとかまで引っ張ってもいいかなと思いますが、ハイライト優先にしつつプラマイゼロぐらいでマニュアルフォーカスにしておく、マニュアルモードにしておくってことですね。で、シャッタースピードはまあ室内だと大体125分の1 F5 ぐらいにして、あとシャッターを切ればここぐらいの、今 LED 焚いてますけど明るさと ISO 4000、3200ぐらい、多分落としてしまって 100W ぐらいの、室内光だと大体、まあ、ISO 1万ぐらいになるかなというイメージですかね。125分の1で F5 でね。なんでそれ F4 とかにして撮っていけばもうちょっと ISO 6400ぐらいでいけると思うので、あとはもうフォーカスはですね、もうちょっと狙いが違ったらタッチしてしまって、タッチして欲しいところをタッチしてフォーカスして撮っていくっていう、これだけですかね。なので 40mm はまあどっちかというと、まあライカとかでいうとこの35と50があった時の、まあ、50mm のレンジかなっていうふうに僕は考えて撮ってまして、なので 28mm は 35mm みたいな感覚で撮ったりしてます。なので、まあ、GR3X に関してはオートフォーカスを頼りつつ、その代わり M モードにしておいて、まあ、あまりのピーカンだった状態の時とかは、まあ、シャッタースピードこれ救えたっけな、確かこれセーフティーが働くようになってたような気はするんですけれども、どうだったっけな、まあ、とにかくピーカンでちょっとオーバーになりすぎるときはこのグリグリっとここを回して、ここはシャッタースピードに設定しているので、まあ、800分の1とかにしてパッパッと撮っていくと、まあ、大体 ISO がこれ最低感度どれぐらいだったかな、100でしたっけね、多分200ではないと思うんですが、そんな感じで撮影しておりますので、こっちは 28mm になりますともうゾーンフォーカスにして、ハイライト優先にして大体そのレンジで撮っていくと、押すだけです。なので 28mm が一番、ある意味ではこの GR3 単体が一番気が楽かなと。ですが久しぶりこの間これ買い直してね、 40mm っていう画角がやっぱり、まあここで決め込まれてますし、まあライカにもない画角だったりするんですよね。あとは最近だと RF マウントのノクトン 40mm の F1.2 っていうのも面白いレンズなんですが、 40mm ってやっぱり普段35でほとんど撮ってるので、ちょっともう一歩踏み込んでる感じがして独特で面白いなっていうのと、時々
GR3 はどうしても、まあ、M 型ライカに L マリートつけてもいいかなと思って、まあ、要はあのカニバってるところがあるので持ち出す頻度は意外と少ないんですが、この 40mm に関しては、まあ、最近買ったっていうのもちょっとあのそういった下駄は履いてるところはあるかもしれませんけれども、画角が特殊なのでね、で、まあ、もちろんですがノクトンの 40mm の RF マウントはもうレンズだけで 400g ありますから、さすがにちょっと大行になるんですよね。でマニュアルフォーカスで、で絞り込んでいくと F8 とかに絞り込んでいくと結局ピントの山がつかみにくいんですよ。あのどこにピントが合ってるか分かんなくなって拡大するしかないっていうところで、ちょっと気持ちよくないんですよね撮っててね。なのでレンズは非常にいいんですが、キヤノンのボディの方がマニュアルレンズで撮るように作られていないなっていう、まあ EVF 全般で言えるのかもしれませんけれども、ボケに連動してくれるっていうか、絞りに応じてもこうどこにピントが合ってるかっていうボケ足を本当に開放値でボケ足が見れるような設定ができるといいんですけどね。キヤノンはねちょっと あのノクトンフォクトリンダーとの連動はそれができなさそうなんですよね。なのでちょっと厳しい部分はあるんですけども、なのでこっちはオートフォーカスを使い、露出はマニュアル、だいたい外出た時は500分の1で F5 ぐらいかな、5、6まですると絞り込みすぎるので、まあ、僕の場合パンフォーカス狙っていきたいので 5、6 ぐらいでもいいかなと思いますが、まあ、すぐに日陰になったりとかちょっと暗いシチュエーションになった時にも ISO が上がりすぎないようにという意味では 4.5F5 ぐらいでだいたい撮っていってる感じですかね。で気になった被写体があればあと思って、まあ、大体撮っちゃう時もありますけども、タッチして本当に狙うものがあればタッチしてそのまま、プレッシングしていくっていう、まあ、やっぱりオートフォーカスは弱いのでね、ちょっとこうストレス溜まる時もありますけど、まあ僕の写真自体がね、まあ、最悪多少ピントずれててもいいやみたいな気持ちがあったりしているので、その辺はこの GR の逆にちょっと緩いぐらいの、まあこの緩いぐらいって言いますか、ちょっとこうピントが甘いというか AF が弱い感じも嫌いではないかなっていう感じでございますので、皆さんもぜひ参考になれば幸いでございます。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田太郎でした。